九州支部代表福岡市消防局川辺健三さんです。川辺さんは平成14年に消防士を拝命、現在は救助隊の中堅として日々励んでいます。職場ではコミュニケーションを大切にし、課や係を超えて業務に取り組む姿勢から多くの職員に信頼されています。前職で消防団を担当していた時に地図を使った新たな訓練を提案し、現在も消防団員とともに地域防災への熱い思いを訴え続けています。発表テーマは地域防災の道しるべです。梅雨時期のある日、私が勤務する消防署管内で大雨が降り、あちこちで水害が発生しました。用水路が溢れるそうだ、消防団に出動してもらうよう連絡してくれ。上司からの指示を受け、私は直ちに分団長へ連絡しました。それから1時間後、分団長から電話で、すぐに団員を集めて土のうを積んできましたよ。この前の頭上訓練が早速役に立ちましたね、と報告がありました。実はこの一月前、私は消防団員と一緒に地元の地図を囲み、水害が発生しそうな場所や水害発生時にはどう対応するかを話し合う災害頭上訓練を行っていました。その時の団員の意見で、この用水路は細いけん、ちょっと強い雨が降ったらすぐいっぱいになるもんね。土のうがいるときは高架下から持っていかな間に合わんばい、と、まさに今回の水害と同じ内容が検討されていたので、その成果が出たんだととても嬉しく思いました。それと同時に、もし地元の消防団と住民が一緒に頭上訓練をやっていけるようになれば、もっと災害に強い地域になるはず。そのためにも消防団の協力をいただいて、この訓練を地域の中に広めたいという強い思いが湧いてきました。この思いを消防団幹部の方々に伝えると、早速会議で取り上げてもらい、今後の方針として、まずは消防団員自らが訓練の進め方を勉強する、そして視界信号ができるようになったら地域の方々に参加を呼びかけていく、という2つのことが決定したのです。それから私は分かりやすい訓練の進め方を研究し、誰でもこの訓練指導ができるようマニュアルを作って配りました。そして400人の団員に理解してもらえるよう勉強会を重ね、ついに消防団主催で地域合同頭上訓練を行う日がやってきたのです。最初は緊張していた地域の方々ですが、団員のユーモアあふれる進行で次第に緊張がほぐれ、50年前この辺で大きな土石流があった時は外がカビ臭かったとばい。この山は谷が深いけん、雨雲がかかっとったら気をつけないかんって知っとるねん、と風化していた災害や土地環境など普段の生活だけでは知ることができない貴重な情報が飛び交うようになり、熱気あふれた雰囲気で会場が一つになっていくのが分かりました。地域密着の消防団が災害情報を提供する、住民は細やかな地域情報を提供する、そして顔の見える関係となっていざという時の協力体制につながっていく。この光景を見ながら、人と人とのつながり、これこそ地域防災の原点だと強い手応えを感じました。近年、東日本大震災や広島土砂災害など全国で猛威を振るう災害では、地元ならではの地域情報が生死を分けています。
消防団が地域防災のリーダーシップを担うという法律が施行された今、一つの消防団から発信したこの取り組みが福岡市消防団の重要施策として幹部研修のカリキュラムに組み込まれ、福岡市のみならず福岡県全体にも広がりを見せています。この取り組みが地域防災の道しるべとしてさらに全国に広がり、いかなる災害が起きても地域の絆で被害を食い止める、そんな災害に強い地域が今後ますます広がっていくことを願い、消防団地域とともに走り続けます。ただいまの発表は九州支部代表福岡市消防局川辺健三さんでした。